おはよう。おお。ぽんちゃんおはよう。はい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 、はい。そっち布団欲しい。お布団今ちょっと畳んでるからね。はい、じゃあかまいで。あいや、いいよ、まだいいよ。はい。うん。かわいいね、ぽんはね。ちゃんくんが行くとこ行きたいのね。ジャン君、ポンちゃん。ポンちゃん、昨日は夜ずっと一緒に寝てくれてありがとう。ポンちゃん。美味しかったよ、ポンちゃん。どうしたの？ジェン君、ポンちゃん、大きな台風が来るんだそうですよ。気をつけようね。進路がなるべく南側、東側にそれるように今からみんなで念じます。うむじゃあ下の神棚にお願いしないと、うん、特にね、千葉の上を通りそうな感じなのでやめてほしい ね、 ね、ブルーシート取られるわ、うん、もう台風じゃなくても雨漏りするのに大変だよ。日本中の人が念じればなんとかなるね。なんとかなる。念力で。我が家も瓦が飛んじゃうっていうところにはどうにも手をつけられないんですけど、まあ窓がね割れたりしないように雨戸を鍵付きで閉めると。それを今日の夜やって明日暗いまんま生活するのかな。明日何日？明日12日だよ。12日に12日から確かね、そう言ってるんだけど、はい、雨風の影響は12日にも出るみたいだけど上陸はしてないんだよね、まだね。はい、はい、まあちょっと天気予報と実際のお空を見て決めるしかないね、うん、ね。あっちのベランダの方の雨戸ってあるんだっけ。ベランダにもあるはずだね。じゃあそれも閉めないと、ね、うん、そう、大変なことが起きてますよ、皆さん。ベランダの物干し竿って下ろした方がいいの？昔さ、ああ、そうだね、うん、飛んでったら、よそに刺さったら、そう、あの昔マンションの時にはさ、いつも、うん、下ろしてた、ね、下ろしてたけど、ここのってちょっとなんか動きにくいなぁと思うので、昔のやつは意外と動きやすかったので、まあ俺やるや、あ、そういう意味じゃなくて、もしかして飛ばないのかなって思ったの。いやいや、それはもう心配だから、うん、昔のはなんかスルスル動くからすごい飛びやすかったっていうか、前にね、一回落ちたことがあったんだよね、うん、それから下ろすようになったんだけど、半分だけ落ちた時がカタンってなった、うん、まあ、ちょっと、いろいろ対策しなきゃ、うん、頑張ります。頑張ります。じゃーん、不気味な顔、かわいい、昨日、合唱団にですね、行くときに、その前に、ちょっと銀行に行かなきゃということで、表参道あたりをうろついて
いました。そしたらなんだっけ、フライングタイガー、フライングタイガー、ヨーロッパの方の、100円ショップみたいなとこですね、うん、を、発見し、つい入りました。時間が可能でいっぱい売ってたのでこれを買いました。そう、でもハロウィングッズは買わなかったの。これはハロウィンではございません。こういう風に、そしてこれ、あ、これ、あの、買えるダメな人はごめんなさい、こんなやつね。でもこうなります。これは、黒犬がもう一目惚れして可愛いじゃねえかと思って買いました。そしてマウイママさんは虫なんとかシート、あ、じゃあシールなんだっけ、メンディングテープ、違う、なんだっけね、マスキング、そう、マスキングテープ、はい、マスキングテープで虫とかってあんまりないなと思って可愛いなと思って買いました。これね、はい、こういうのシリーズのクッションカバーとかもあったんですよ、うん、ちょっと可愛いなって思って虫だらけか、うん、虫可愛い、うん、虫可愛いけどあんまないじゃん、まあね、うん、はい、そしてこれで、これはまあ椅子ですね、あの、台にするようなやつですね。これを、クロケンがステージで歌うときに右足をここに乗せようかという話を、うん、になりました。800円、うん、800円、これだけちょっと高い、高くて800円、800円、こっちは300円か400円ぐらいだね。よく分かんなかった、うん、これは多分これも2、300円だと思う、そんなもん、忘れちゃった、はい、でこのようなものを買ってしまいましたが、そしてこの、そう、最後にね、レジのところで、袋は必要ですかみたいなことを聞かれて、スーパーとかで聞かれた感覚で、あ、エコバッグ持ってますって言ったのね、うん、で、いや、有料なんですけどって言われたからね、うん、で、エコバッグ持ってますっていうので、そこにじゃあ入れようかと思ったんだけど、後ろにずらっとこんなのが並んでたんですよ。で、あれ、ひょっとして、袋有料ですってこれのことですかって言ったら、あ、そうです、ということで300円でお売りしていますというのが、これもそうです。結局袋を2つ買ってしまいました。1個でよかったんだけど、どちらにお入れしますかの時点ではもう袋に入れることを考えてなくて、本当はね、これが欲しくて買っちゃったということになるので、今度多分行ったら袋欲しさに入っちゃうかもしれないね。可愛いのがいっぱいあったね、うん、これの尻、これ、あの、私が猫、あそこににゃんこのがあるって言ったら、あ、にゃんこ好きなんですねって言って、うん、あの、店員さん、レジの店員さんがこれもって、これを持ってきてくれたんだよね、はいはいはい、その今私たちが見てる壁にはなかったんだけど、うん、奥の方にあったやつを持ってきてくれて、うん、これとこのシリーズでこのいっぱい、これとお揃いのやつと両方あって、これ、これとこれを持ってきてくれて、あ、じゃあちょっと大きい方にしようと思って大きい方にしたんだけど、はい、白髪のある黒猫ポンちゃん、ポンちゃんです。ということでした。久しぶりに、我が家の買い物、開封動画でございました。これちょっと膨らませるところも見せたいね。ちょっと開ける、やってみよう。はい、これです。あれ？あれ？穴開いてる。買ったばっかりなのに。あれ？噛まれてる？噛まれてる？でも今開けたとこだよ。そうだね、うん、ちゃんとパックになってたよ。ダメだ、あれ、あ、何かで止めないと、あれかな、あの熱のやつ、熱ってさ、あのやつ、なんだっけ、なんとかガンみたいなやつ、まあ面白い、かわいい。ここ何かで止めないと、セロテープで止める、あ、意外と大きい。
きいんだね。そうです。あら、なんて、まあちょっと面白い絵だけは撮れたかな。あ、これでも、はい、カエルの方は残念な結果でしたんで象をやってみます。はい、象でーす。かわいい。それどうやって留めとくの？これはね、なんか結ぶらしいんだけど、うん、象ってさ、結んじゃうとね、輪ゴムとかで留めるかね。そうなんだ。まあ、この状態をキープしても、これ多分さ、ここすごい薄くなるから、うん、ジャン君に一発でパーンだと思うよね。膨らまして、遊ぶかな。これを見せて面白がらせるか。そして、うん、足が上に行っちゃうのね。本当だ、飛んでるみたい。これさ、フグがあったじゃん、うんうん、あっちの方が本物だね。そっか、でもフグは普通だからって言って買わなかったよね、うん、そうだよね。カエルくんはあれで、なんていうんだっけ、グルーガンだっけ、で止めたらどうかな。あの大きさが変わるやつじゃないかな。あ、グルーガンじゃダメか。グルーガン、うん、ここだけ硬くなっちゃうの。まあ可愛いと。面白い、こういうアイデアは可愛いねということで、うん、終了です。こんな感じでした。あら、空。お、すごいジャンプ。おー、びっくりー。ぷんちゃんどう？悪か。父さんだよ。どうってことないね。カエルさんもさ、膨らました後にさ、セルテープかなんかで止めとけば、うん、そうね、伸び縮みするものはちょっと難しいから。そしてこの重さのバランスがね、うん、背中下に必ずなっちゃう。重いからね、それじゃ顔が見えないんだ。顔はどこにあるの？おこけたね、ポンちゃん。受けませんでした。なんかこの足が不思議。ビニールテープぐらい。そっか、ビニールテープもどっかにはあるかもしれないな。一気にダメだった。じゃあここに貼り付くし、あ、これで重みをつけよう。ダメです。よいしょ、あれ、こっちか。父さんです。まあ面白かったということで。